おひやくん、どうぞ。お世話になっております、おひやでございます。よろしくお願いします。わ、めっちゃ行儀悪く座ってる。ありがとうございます。めっちゃ行儀悪い。めっちゃ行儀悪いね。これなんかどうなるんですか？どう配置しようかなと思ったらさ、ちょうどさ、あの、椅子の上に座らせられると思って。絶対土足ですもんね、これ。めっちゃヤンキーだからね、本当に。土足で失礼します。おひやと申します。よろしくお願いします。はい。だからホラーの、うん、さっきも寸前で言いましたけど、うんうん、ホラーの配信だったり僕個人の配信はしますけど、うん、他の人とあんま配信しないんですよみたいだね。だからすごい緊張してるんですよ。いや俺も言うてそんなにさ、こんなしっかりした感じで、はい、やったことあんまないから緊張してるね、はいはい、だいぶね。なんかちょっとドキドキしますね。そうだね、なんかそわそわしてるよね、お互いね。そうですよ。でさっきのちょっと前のこんな話で、こんな流れで話そうかな、うん、みたいな話してちょっと和らいで、うん、一気にまた緊張する。当初の状態に戻ってます。恐ろしい。ちょっとここで、おひやくんが所属してるですね、歌い手ユニットのですねホラーの紹介をちょっとしようかなと思うんですけど、おしぼりの方々にね、おしぼりとゴーストの方々に、私から言うのは大変ね、恐れ多いんですけれども、ちょっと紹介させてください。はい。うわー、めっちゃちゃんとしてる。いや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 。俺もね、ちょっとちゃんと復習しないとなと思ってね。大手ユニットのですね、ホラーですけれどもね、はい、こちらです、こちら。これホラーのね、アイコンなんですけど。はい。ホラーがですね、大体歌い手ユニットで結成してもう3年だかな ?2019 年の12月に多分、結成してると。そうですかね。うん。思うんですけど、もう、まあまあ、ほぼほぼ3年っていうところでですね、長く活動されてる歌い手ユニットさんになります。でですね、メンバーなんですけれどもですね、はい、こちら。ちょっと画像をお借りしてますけれども、左から、ヒルくん、リオマッチョルドくん、ルラくん、で、今回の、コラボ相手のおひやくんになります。そうです。はい。でですね、ホラーですけれども、まあ、全部で4人なんですけれど、まあ、歌がね、俺ね、もうずっと前からさ、その、おひやくんと絡み出してから、こう、なんだろうな、ホラーを聞き始めたんだけど、はい。もうね、かっけえの一言だよね、本当に。いやいや、本当に、それを言われるために、うん、ああ、すいませんってなってるんですよ。いやいやいや。いや、ありがとうございます。お上手言っていただいてってなってる。いや、なんかさ、みんな声の特徴がちゃんとこう、立っててさ、合唱とか聞いてても、なんだろう、飽きないよね。本当に。ああ。と思ってね、俺は聞いてるんだけど。あいつらに聞かせてやりたいです、これを。言われてたぞ、つって。最初ね、ヒルくんですけれども、イメージカラーはオレンジです。声がね、すごい綺麗で、女性の方なんですけれど、俺ずっとなんて呼ぼうかね、さっきも話してたんだけど、ヒルくんって呼んでるんだけど、女性の方です。私が ね、ちなみにリーダーだと思ってたのがヒルくんです。そうなんですよ。私ってリーダーだったんかなって、ほら会議で後で言われたので。やばいよね。もう、あ、そうなんって言って。2番目、リオマッチョルドくんですけれども、一回ね、セブンジーの紅白歌合戦企画で私ご一緒してます。で、リオくんはですね、本当に大人っぽい声で、結構バラードも得意だし、なんだろうな、うん、おしゃれな曲をね、よく歌ってるイメージなんだよね。うんうん、声がしっかりしてる、はいはいはい、本当に。そうですね。はい。で、右から2番目、ルラくんですけれども、ルラくんはね、俺まだね、そんなに深く絡んでないんだけど、なんだろうな、はいはい、落ち着いててなんか聞きやすいんだよね、歌がすごい。俺のイメージね。で、あとね、ミックスめっちゃうまかった。あ、本当ですか？うん、おひやくんのミックス何曲か担当してるでしょ。あ、そうですね。そう、ルラくんミックスうまいなと思って。うわ、聞いてます。はい。なんで、これからどんどん絡ましてくださいっていうところなんだけど。あー、言うときやすい。ごめんごめん、イメージから言うの忘れてた。リオくんが、リオマッチョルドくんが赤ですね。で、ルラくんがもう、この、色の通り青です。で、一番右、おひやくんですけれども、イメージカラー、何色ですか？何色だと思われがちなんでしょうね。なんか、黄色っぽく見えるよね。そうですね。まあ、黄色でイラスト描いてもらうことは結構多いですね。まあ、実は金色っていうね。金です。金です。ゴールドなんですよ。ゴールドでね。そう。
ゴールドで、オレンジ、赤、青ときて謎に金だからね。輝きまくってる。キラキラです。そうそうそう。キラキラ。超輝いてるっていうね。はい。漢字の、グループの、ユニットのホラーなんですけれども、YouTube チャンネルは37,000人ぐらいいるね、登録者。ああ、そうですね。いや、すごいよね、本当に。いや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 、とんでもねえです、本当に。え、なんかどこら辺で伸びたの？いきなり、こう、ボーンって。それこそ、そうですね、自己紹介の動画を、もうすぐ、ユニット組んですぐ出したんですけど、うんうんうん、ちょうど本当に狙ってたわけでも何でもなくて、うん、ちょうど新人歌い手グループ、最近、なんかいろいろ面白いねっていうタイミングだったんですよ。あー、なるほどね。そう。で、そのほんのちょっと前ぐらいに出してて、うん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 、お、なんかここお上手じゃないかっていう風に取り上げてもらったんで。お上手じゃないかそう。いや、だから言葉を難しい。すごく。いやいやいや、でもね、ほんと実力派だからね。いやー、なんかそうですね、なんか、まあ、歌でやりたいねっていうのが多分4人とも一緒だったので、うん、お部屋です、目力は金色で、こんなものが好きでっていうような自己紹介じゃなくて、うん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 、歌の自己紹介を聞いてくれっていうスタンスで、なるほどね、無意識的に多分やったと思うので、それを聞いていいねいいねって言ってもらえる人がいたのかななんて思いますね。本当こうアイドル感はなくてね、俺たち実力派でしっかり歌でやってるぜっていう感じがね、こうひしひしと伝わってくるし。改めてあれだとなんか恥ずかしいな。ね、でもね、なんかこういいよね、秀逸な感じがして本当に好きホラーは。ああ、ありがとうございます。っていう感じであっさりちょっとホラーの紹介をさせていただきました。はい、ちょっとおひやくんについてもね、はいはい、いろいろ聞いてみようかなと思ってて。はい。はい。怖い、知らないからね、何を聞かれるかは。怖いよ、何言うか分かんないからね。質問するからねっていうのしか聞いてないからね。じゃあちょっと簡単にさ、あれ、生年月日はいつなんでしょうか ?1997 年の。うん。6月17です。97年だよ、若っ。そうです。え、だって、ですかね、平成7年あ、違う、平成、ん？ちょ、待って。あ、なので、9年ですね。あ、平成9年か。若いなぁ、はい。すごとか言って。いやいや、俺の方が年上だからなんか全然若く見えちゃうからさ、羨ましいよ。いや、でも、いや、違うんですよ、うん。だからさっきも話したじゃないですか、この話を。うんうんうん、本当に、年齢を重ねてきたなってすっごい思うんですよ、最近。年齢をね。例えばどんなことで焼肉食べてね、うんうんうん、家族で行ったんですけど、うん、みんな誰もそんなことになってないんで僕だけ胃もたれしてめっちゃお腹壊してるとか、うんうんうん、ちょっと間に合いそうにないなと思って電車走って行ったら次の日筋肉痛なくてその1日次でめちゃめちゃ筋肉痛くるとか、あーなるほど、え、こんなに体は衰えているのかって思ってるんですよ最近。俺もね、でもね、25ぐらいだったな、そのあ、来たな。ありました。一番最初に思ったのが天ぷら食べられなくなった時に。やっと本当に。天ぷら本当に美味しいのに、うん、なんでこんなに食べれないと思います。いやでもなんか油の塊に見えちゃって天ぷらが。いや、そう。やばいよね、本当に。いや本当に、いつから食べれんくなると思って。うちのリスナーさんたちがね、もうみんなおひやくんより上の人たちばっかだから。あ、そうなんですね。そう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 。うんうんうん、話がわかる人たちだからね。いや、本当にしんどいんですよ。だから、ちょっと早いんですよ、多分、なり始めが。もうちょっと前からなってましたもん。1年以上前から多分。ああ、なってたんだ。そんな感じだったんで。さっきホラーの、話はちょっとしたんですけど、おひやくん自体の活動歴というか、はいはい、ここまでの経緯をちょっと話してもらえたらと思うんですけど。もう、うん、あと1ヶ月で3年になるんかな。あ、3年ってことは、やっぱホラー始めたぐらいから？始めるちょっと前なんですけど、うんうんうん、やってたのは。え、3年よな。え、3年よな。みんな。みんな。潜ってんだね、3年よな。多分3年です。もうあとちょうど1ヶ月ぐらいで。4月15が初投稿でそっからなので。うん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 。そう、丸3年ぐらいかな。あ、3年か。俺ね、歌いて4年なんだよね。初めて。あ、4年、え、4年？そう、俺ね、全然自分が何歳なのか、ごめんなさい、間違えた、何年生なのか分かってなかったんだけど、はいはい、はいはいはい。そう。で、今日、その、ホラーが3、まあ、ちょうど12月、2019年の12月ぐらいって見て、あれ、俺も同級生なんじゃないと思ったら俺1年前だったね。あ、はい、数えてみたら。そうそう、初投稿はね、そう。あ、そう、3年なんだ。エラーを始める前
はやってたんだよね。だから4月ぐらいしてたもんね、さっきね。そうですね。なんかさ、ホラーに誘われる経緯ってどんな感じだったの？え、なんか、あれなんですよ。ちょっと絡みが、うんうん、こう、まあ、ツイッターとかなんなりでこう、あるじゃないですか。うんうんうん、こう、やっていく上で。うん、で、あ、この人うまいなって、こう、なんとなく思う人っているじゃないですか。うんうん、なんか、あ、この人毎回歌うまいなとか、うんうん、この曲めっちゃ合ってたな、みたいなのが、こう、なんとなくあって。うん、で、僕とルラーは、ちょっとなんか、喋る仲だったんですよ、その時に。うんうんうん、で、リオ・マッチョルドとまたもう一人がいて、ちょっとなんかそういうグループみたいなの組んでみたいねって話になって、うんうんうん、ルラーを誘いたいと。うん、声かけてみよう。うん、お冷やも誘いたい、声かけてみようって言って、集まってもう一人ぐらい入れたいな、誰かいるかなって言ってオーディションやろうって言って、オーディションやったの？そうなんですよ、オーディションやったんですよ。すごいね、うんうん、ちょっと上手い人入れたいって言って、うんうん、上手い人入れようって言って、ヒルって人上手くねってなって、うんうんうん、そこでいたみんなが、まあ、ヒルはいいでしょ、ヒル、このヒルさんって人めっちゃいいでしょってなって、うんうんうん、入ってくれって言って入ったんですよ。なるほどね。あ、じゃあもともとなんかすごい絡んでたってわけではないんだ、全員で。なんか、そうですね。なんかあいつうまいよなーって、なんか、なんとなくこう、うっすら見てたというか、あ、なるほど、だったんですよ。いや、すごいね。それでここまでなんか仲良くなってるんだもんね。あ、そう、だから仲の良さから決めたわけじゃないんで、うん、そこはちょっと不安だったし、なんなら自分一回断ってるんですよ。あ、そうなの？いや、ちょっと、ホラー、ホラーっていうグループっていうか、グループでなんかしたいんだけど、うん、で何するかも決まってないし、うん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 、なんかしたいんだけどやんないって言われて、いや、楽しそうなんだけどやめとくと。で、なんでって言われたら自信がないし、あの、君らほどのスキルもないから、うん、やってけないと。だからちょっと俺じゃ無理だと思う。もっといい人いるよって言ったんですよ。なんかあれだね、告白してきた人を振る感じだね。なんか、フォローしてるみたいにでしょ、なんか。そうそうそう、もっといい人いるよみたいな。そうそう、俺なんかじゃもったいないみたいな、そう振り方してるみたいな感じなんですけど、本当にそう思ってて、自分じゃ無理だよ、このお前らみたいな奴らについていけんよってなったんですよ。そう。でもそれはやってみてからでいいんじゃないかっていう話になって、ちょっとやってみようか、うわー、怖えなーと思って、入ったんですよ。まあでも踏み出した甲斐があったね、本当にね。いやー、あったなと思いますね。もうどでかい恩がホラーにあるなと思ってるんで。いやー、いいね。なんかそうやってこう気持ちがこもってるというかさ、しっかり、いつか返したいなと思ってるんですよ。だからホラーに恩をガッと返したいなと思ってるんですけど、なかなかと思いながら。いや、十分返してるでしょ。いや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 、そう、ね、そんな経緯だった。歌い手、まあ歌い手というか何でもいいんだけど、好きな活動者はいますかね、はい、全然大手さんで、歌い手さんとかで、はいはい、なんかこう尊敬してる人とかいるの？あ、でも、ずっと自分はゲロさんがすごい好きだったので。あ、わかる。そう。なんかいいなって思うんですよ。その面白いし。そうだね。その、なんだろうな、実力ももちろんとんでもないし、歌うまいよね。いや、とんでもないじゃないですか。そうなのに、その面白い部分があるから、うん、キャラクターとしてこう、なんだろうな、親しみやすさもあるというか。そうだね、壁がない感じあるよね、ゲロさんってね。ああ、そうですね、そう、だからああいう人になりたいなっていう風なのは多分うっすらどっかであったなと思います、ずっと。他になんか誰かいるの？ゲロさん以外とか。誰だろうな。でも高音系の人は大体好きだったりする。結構。グルタミンさんとか。ああ、そうですね。バンさんも好きって言ってたじゃないですか。うん、なんかツイッターでツイート見たんですけど。好きなんですよ、めちゃめちゃ。初めて人生で買った CD、グルタミンさんの曲。これ、いいなと思って、かっこええと思ってたんですよ。うんうんうん、そう。いや、かっこいいよね。そう。だから、好みも多分、バンさん近いんだろうな。ああ、わかるわかる。多分俺、おひやくん多分こっち側だろうなと思ってたから。いや、ですよね。そう。ちょっと近いとこが好きなんですよね。ね、目指すところとかが。いやー、そういう意味では合ってるね。相性がいいね。そうなんですよ。まあ、今回のコラボについて少し話そうかなと思うんですけど。そうですね。コラボに至った経緯をね。今回ね、まあさっきもちょっと話した通りなんですけど、私からね、コラボをおひやくん誘ったんですけど、そうですね。去年のね、いつだっけ？いつ頃でしたっけ？秋とかそのぐらいだったっけ？そんな前になります。そうなんで、動画がオリジナルのその MV できるのが結構かかったから、そう、去年の末に、ね。あれも、
うん、最初からっていうつもりじゃなかったですもんね。そういやなんか おひやくんとちょっと歌ってみたいなと思って、まあ、頼んでこうやって出来上がった音源があまりにも良くてハードル上げちゃう。ほんとほんとこれはやるしかねえだろうと思ってさ。ハードル、でも確かに結構気に入ってます。いや、かっ、ね、結構かっこいいよね、だからね。うん、いい感じだなと思いますね。だからそう、作んなきゃと思って、MV 頼んだのが12月ぐらいなんだけど、まあ、その方はね、すごい忙しい方なので、まあ、できたのが、まあ、ほんと2月の末ぐらいだった。はいはい。感じだね。そうですね。で、まあ、曲はね、最初何にしようかなと思って、ひやくんとこう交互にいろいろ上げてたんだけど、まあでも出してくる曲、どれもこれもなんかこう、あれだよね、結構やっぱかっこいい系の曲ばっかだったよね。ああ、でもそうですね、ワンさんと自分でやったらかっこいいのがいいなっていうのはなんかありましたね。そうだよね。だからやっぱこういうとこでもなんか似てんなと思いながらさ。いや、そうなんですよ。どれも歌えんなみたいなさ。そうなんですよね。結構いい、好きなジャンルが多いなと思ってて。そうだね。そうそうそう。な感じでね、今日、今日じゃない、今回コラボに至って、まあ、動画師さんとかは、ちょっと後でクレジット書いとくんですけど、明日楽しみにしておいてもらえればっていうところでですね。はい。まあ、とにかくめちゃくちゃかっこいいからね。あのね、あれだよ。おひやくんの、はい、まあ、みんなが聞くのは完成した、はい、ミックスされた音源を聞くじゃない？なんだけど、そうですね。俺、おひやくんの素音源をね、聞いてるんだけど。そうですね。あのね、化け物だよ、マジで。いや、勘弁してください。いや、これだけ、本当これだけ投稿したいぐらいの勢いでうまいから。めちゃくちゃうめえと思って、本当に。とんでもないです、本当に。いや、おしぼりさんたち聞きたいでしょ。俺に DM くれたら送ってあげるよ、つって。有料コンテンツ。そう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 。いや、なんかさ、結構俺って、はい、歌ってみた撮るときに、はいはい、まあ、新曲が投稿されると、すぐに歌って、ポンって投稿するタイプなの。うんうん、あ、そうですね。そう。で、それってなんか俺歌ってみたの録音に時間かけないのよ。なんか、もう、そのままのインスピレーションでボンってあげて、そもそもハモリとかあんま好きじゃなくて、なんかもう、それだけでドーンっていきたいタイプなんだけど、なるほど、なるほど。おひやくんの音源結構ね、コーラスをいっぱい入れてきてくれたんだけど、この人天才やと思って。いや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 、とんでもないです。本当に、それこそさっきの話じゃないですけど、うん、ホラーに入るまでは、うん、もう、うん、これでいいって思ってたんですけど、うんうんうん、3人のそれこそ素音源を聞くわけじゃないですか。うんうんうん、あ、こいつら天才だって思うんですよ。あ、天才だって思って。天才を受け継いだのね。そう、天才だな、こいつらってなって、うん、じゃあ、ボンが浮いちゃうと。うんうんうん、良くない方で。なるほど。これはまずいと思って、うん、あいつらの術を盗み盗み、うん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 、やってった術なんですよ。本当に。えぐいんですよ、素音源が。うまいんだね。コーラスワークだったりなんなりがもう、うん、とんでもないんで、やばいなと思って、うん、急いでもう駆け足で追いつかなきゃってなってたんで。うんうんうん、そう、そっからです、ほんとに。やっぱさ、なんかさ、上手い人の聞くと、すごいなんだろう、やる気出てくるよね。いやー、そうですね。めっちゃやる気出るか、ボキーって折れるかどっちかですよね。ボキーって折れたことある？結構ありますよ、ほんと？ダメだ、こいつのこんなん聞いたら俺この曲歌えねえよ、歌いたかったのにっていうのめっちゃありますもん。俺、この間、おひやくんの素音源聞いた時折れたけどね、ボキーっつって。なんかこのコラボのやつ。そうそう、2箇所ぐらい折れたからね。バキバキっつってさ。いや。折れる音が聞こえると思って。なんですか？いや、超うまかった、マジで。うん。いや、さっき、おひやくんと話したけど、セブンGの方で前コラボをね、はいはい、そうですね、合唱出した時におひやくん来てもらったんだけど、そうですね。その時の素音源がもうセブンGから超好評だからさ。いや、だから、2番目かなんかに自分が多分音源、渡して、あ、そうだね、うんうん、結構早い段階でお渡ししたんですよ、うん、でまた確認お願いしますって言って、なんか不備があったらまた言ってくださいって言って DM で送ったんですよ。送ったんですよ。そしたらええやんって言われてなんかすごい褒めてもらってるんですけど、うん、いやもう勘弁してくれと、気が気じゃないから、その話題が盛り上がってる間はちょっともう、いや、勘弁してくれと思ってた。セブンGのマインドクラフトって曲をおひやく一緒に歌ったんだけど、ね、みんなほら、うんうん、ミックスされたやつを聞いてると思うんだけど、そうですね。あのね、全然変わらないから、おひやくんのは、ほんと。そのまんまだから、撮った音とそんな変わんない、ミックスされたのが、ほんとにうまい。
いやー、ああいう曲合うしね、声にね、本当に。いや、恐縮です、本当に。結構高いパートだったんで、いや、そうだね、まあ、不安だなとか思ってたんですけど、最後とか高かったんで。え、でもさ、おひやくんさ、声高いよね、はい、地声はすごい低いんです。なんかミックスボイスじゃないけどみたいな出し方をして、無理やりキューンって上げてる感じは、そうですね、ありますね。なんかさ、こないだもチェンジ歌ってたでしょ。ああ、そうですね。あれって元気じゃない？確か。元気だと思います。多分、よほどじゃない限り元気でやりたい人間なので。わかる。すげえ気持ちわかる。わかりますよね。できれば極力1にでも下げたくない。もう張り上げたくなっちゃうんだけど。そうなんですよ。やってできんことはねえだろうって思ってやっちゃうんですよね。俺もさ、チェンジ元気で出したんだけど、これ結構高いよと思って。うん、結構高かったですね、でも確かに。よく出るなと思ってさ。まあ発音かなんかでなんか得意不得意はありますけど。なんかでもおひやくん声すごいしゃがれてるじゃない、ハスキーで。あ、そうですね。だこう、はいはい、ハスキー系の人って、なんだろうな、高いところもさ、ハスキーのままこう、どこまでも出せそうな感じのイメージなんだよね。あー、なるほど。絞り出して、そう、メガテラさんとかそんな感じじゃない？確か。あー、まあちょっと印象的にそうですね。そんな印象を受けますね。結構そう、どこまで出るんだろうみたいなさ、人間じゃないって言われてるよ、リオくんから。いや、勘弁してくれ。何のキャラをつけようとしてるのホラーでさ、はい、ヒル君抜いて男性陣で一番キー高いのは、ヒヤ君なの？まあ、曲にもよりますけど、うんうんうん、でも上担当になるのが多いのは多分自分かもしれないですね。ああ、上が多いかもしれないですね。なんか、ホラー入ってからやっぱじゃあ歌うまくなったんだね、すごくね。あ、でもそれはなんかもうめちゃめちゃ感じてますね。こいつのこれええなって思ったら、それをちょっと拝借して自分なりに落とし込んでやって、あーちょっと違うかな、あ、こいつのここもいいなって言って、うん、なってるので大好きだねいや大好きですよこんなも含めて恩を返したいんですよ、さっきも言った通り。本当にすごい恥ずかしくなってきちゃった俺も。なんですか、そう言われたら恥ずかしくなってくるでしょ。もう酔っ払ってんのか恥ずかしいのかよくわかんないもんいやすごいね。俺はアルコール入ってないの飲んでるのに顔赤いのはじゃあ恥ずかしい。あ、そうだね。